これは一生着るぞと、これは一生手放さないぞ、ベスト5をですね紹介しようかなと思います。5位からこのショットのレザージャケットですね、着てみたいと思います。こんな感じですね。はいはい、こんな感じですね。雨に濡れてるレザー見て、あーかっこいいな、なんか雨濡らしてもいい、適当なレザーなんか買いたいなとか思うんですけど、やっぱりねサイズが変な形で合わなかったりとか、まあショットは間違いないかなと思うんで、4位行ってみたいと思います。 P15A ですね、40年代ですね。行ってみます。雪性もあるし、見た目が好きだったり、ミリタリーのね服好きだったり、あと40年代っていうのもやっぱりいいなと思うんですよね。やっぱいいですね。 P15A。 3位から501WX です。まあここは本当に古着にハマった一番最初のきっかけでもあるし、やっぱヴィンテージデニムって本当にかっこいいなって思うようになったきっかけなので、外せないし、まあ王道中の王道ですが、これはでも復刻では絶対やっぱり出せない味だったりするので、本当オリジナルでしかありえないなって、どんなにうまく作られた復刻でもやっぱりヴィンテージにはかなわないなっていうところがあるので、2位行ってみたいと思います。 507WX ですね。これをまあもう1着買う予定はもうないので、ヴィンテージで言えばちょっとねやっぱ高すぎる、もう今もう値段が上がりすぎてて、もうとてもじゃないけどこう買える値段じゃないんですよね。で、しかも買ったとしても普段使いこうしていけるような気軽なヴィンテージじゃもうない感じなので、本当にここっていう時に、着たりとか、まあ、あとはやっぱ家でも見て楽しむとかぐらいしかもうないなっていうところで言うと、まあ、服で言うとそれどうなんっていうのもちょっとあるので、まあ買い足ししないだろうっていうことで言うと、もう一着しかないこいつがどうしてもこう、うん、もう一生手放さないだろうなっていう、まあ、そんな感じでですね、これが2位ですね。はい、2位です。で、最後1位いってみたいと思います。